スーインフォードは、イギリスの競争馬、シュボバ。競争馬としては1910年に、セントレジャーステークスを制し、後シュボバとしても成功した。馬名の由来は、兄チョーサーが、母の名にちなんでいたのに対し、こちらは、ヒンバ参観のラフレッシュ3区で2002ニーダービー2着の、父、ジョン・オブ・ゴーントが、ジョン・オブ・ゴーントにちなんでいたことより、その子を、スーインフォードと名付けられた。 調教師、ジョージ・ラムトンはこの馬に大きな期待をかけ、デビュー戦を着外に敗れると、翌年には未勝利のみながらエプソムダービーに挑ませている。共に不利のある敗戦ではあったが、ここでも11着に敗れてしまった。秋になると調子を上げ、ハードウィック・ステークス、リバプール・サマー・カップと連勝し、目標としていたセントレジャーステークスにも勝った。 その後もハードウィックステイクス、エクリプスステイクス、プリンセスオブウェールズステイクスに勝ったが、ジョッキークラブステイクスを目指して調整中、前足の急接が粉々に砕ける怪我に見舞われた。ラムトンは、後に、人生最悪の日だったと語っている。通常なら安楽死の処置が取られるほどの怪我ではあったが、スーインフォードが暴れなかったことと、名獣医師リボックの手腕により、 奇跡的に一命を取り留め守護倍りした。ウッドランド牧場で強要されると、最初から成功を収め、7頭のクラシックウィナーを、はじめとした優秀なンクを送り出し、1923年、イギリスリーディングサイヤーを獲得している。また、ンクの一頭、ブランドフォードは、種ボバとして成功し、スーインフォードの不刑を伸ばしていった。前述の通りンクの一頭である。 ブランドフォードが大成功し、やがてその子孫が日本にも入ってきた。一時期、スーインフォード系とは別に、ブランドフォード系と呼ばれたこともあり、今なお細々とではあるが日本でもそのオース系をつないでいる。しかしブランドフォードを経由しない産区の系統は、次々と途絶えていった。スーインフォードから、セントジャーマンズを経て古代の後に、マラ系と産区である、リード保有が、 日本で活躍、1983年の有馬記念を制す、ものの種ボバとしては成功できず、またダイヤモンドステークスを勝ち、同じマラケート3区中最多の賞金を獲得した、ノースシャトルも結局1場馬となってしまった。さらには、特に目立った実績こそなかったものの、やはりマラケート3区で、リード保有に次ぐ賞金を獲得した、ジンジャー。 同じく重症価値はなかったが中央競馬でノースシャトルに迫る賞金を獲得し、マラ系と最終世代の3区となった国際ロイヤルの2頭は平成まで走ったが種ボバ入りはできなかった。この結果ブランドフォード以外のスウィンフォードノース系はわずかに南アメリカに残るのみになった。他方、スウィンフォード系の繁殖品馬は1986年頃にはまだヨーロッパにも 数通り、その後細々とではあるが、今日までしっかりとメス系をつないでいる。ありがとうございます。